Yeah.
せてくれ。Yeah.
ん、あのオープニングアウトのね、はじめさん出てくれてありがとうね。そう、なんかあのありがとう、なんか一応ね、あの色も込みで自己紹介してた方がいいんじゃない。今あの存在してない色が発生しとるけど。はい、ミントグリーン担当の小春虫です。ミントグリーンです。ではありません。魔法付きアルベキーの気晴らしの部にも縄張りある昔なりきりです。赤色を言います。ありがとうございます。はい、白色担当のチャンディーちゃんです。お願いします。はい、ブラックサンダーリーダーアホです。アホでじゃない、カンニャンって言います。マジでなんか熱気がいいです。すごいですね。ね、ありがとう。すごい。マイクなくていい。すごい、こんだけ声量出るのはやばいよ。うちらはマイクなしでやる。こお、あの辺声でけえな。さすがです。あのオープニング角のね、橋橋さんもめっちゃあのブラックスターズのこと褒めてくれてありがとう。私も結構缶たくさんもらったんだね。あのホテルに帰ったら焼酎に混ぜて飲みたいと思います。ありがとう。そんな感じで、初青森県なんですが、どうですか気持ち。みたいな。ちょっとね、ちょっとね、しょっぱなからちょっとね、マイクのあの調子がよろしくなくて、リハーサルではそんなことなかったんですけど、みんなの周波数とかすげえ出してるんじゃないの、こっちに。リンゴ狩り行けてない。リンゴ狩りしたいね。リンゴ狩りね。リンゴ狩りとか。そしてありがとうございます。あ、なんかてんやわんやな感じで始まりましたね。青森県リンゴ狩りに行きたい、小春さん、うん、でもなんかうちらはさ、リンゴ狩りっていうか木っていうかさ、海だったよ。うん、ね、リンゴ狩り遠かった結構青森県で広いですよね。何が有名ですか。リンゴ、ゴボテン、ホタテって言ったんじゃん。よし行くぞ。おー、いいね。どうした。リちゃんに結構高いトーク破かれました。わ、これライライに報告だ。そうですよ、ライライ今日ね、本当はね、5人体制で今やってるんですけど、1人ね、家庭の事情でクソ来れなかった、ピンク振ってくれてる、あのライライさん、黒担当なんですけどね一応ね、セリフがないところでピンクを振っていただいてます。ライライにね、伝えとくね。ありがとう、オッケーオッケーなんで、そのライライちゃんにね、誕生日プレゼントで買ってもらって、結構高めのアイテム。そうなの。そうですよ、うん、お、破かれたということで、いつも私が履いてる400円のじゃないんですよ、これ。これ何円ぐらいだったっけ。なんか、2着ぐらいもらって、8000円ぐらい。そう、したっつく。そう、高級タイプ。やばいよ、やってんな。なんで書いたか、別に。あ、そう、何のことか、なんか、なんだろう。アホタレ。みたいなね。なんで、今日もせっかくね、集まってくださった皆さんに、プランクスターズらしさ、多分初めて見る人多いんじゃないですか。ほら、めっちゃおるやん。いや、最善は、もう絶対新人。T シャツかわいい。T シャツかわいいね。おちんぽって書いてあるし。あ、そっち。あははは、自分だ。ねえ、あれいいね。こちらも、あれ、ね、したい。かわいい。かわいいね。初めての方も多いということで、ね、最後までプランクスターズらしさを、貫いて、楽しいライブができたらなと思います。知らない曲でも、一緒に踊ってついてきてほしいです。いけますか。Fire! Fire! 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 F
Thank you.
5月23日、今日は何の日でしょう。誕生日。誕生日、誰の。私。違う、残念。はい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 、すごい。はい、すごい。だからといって何かあるわけでもないんですが、5月23日はキスの日ということです。ちょっとワンちゃん何かあると思ったでしょうか。彼氏、彼女、旦那、嫁がいる人。はい、はい、結構おるね。本当か。じゃあ今日いっぱいキスしてください。はい、知らねえばキスしてください。はい、なんだそれ、雑なあれって感じだけど、ちょっと軽くね告知をします。明日、本日は、4日目になるかな、ライブ自体はね、秋田県のね、はい、秋田県に行ってきまーす。明日したい人結構全然来てるね。じゃあ明日も無料よ、頼むね。お願いします。私たち5月30日までしっかりと東北にいますので、うん、やばいよね。25日はオフがあります。山しかない、山しかないとか言わないよ。そんなこと言ったら広島なんて夜もっとなんか言われるぞ。海しかない。なんか、ね、海しかないかもしれないけど、美味しいものがね、はい、たくさんあるということで、ね、楽しみに30日まで楽しもうと思いますので、できるだけ来れる日は来てください。よろしくお願いします。初めての方が多いので言っておくんですが、私たちライブが終わったら特典会というものがありまして、チェキ会ですね、あるんですけども、はい、初めてブラックスターズ見たよって方にはですね、無料でチェキ券を1枚お渡しします。すごい。だからね、今日ね、せっかくね広島から来たんで、ね、少しでもメンバーとね喋って帰っていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、あと皆さんから言いたいことがあります。はい、どうぞ。6月12日にこの全国ツアーファイナルが広島にてあるんですけども、その時にチャンディーちゃんのソロ曲が発表できるですけど、ソロ曲するためにはツイッターのフォロワーが1万人いかないとソロ曲が公開できなくて、あと何人くらいですか。でも半分はもうね来てるもんね。あとあれ、なんでなんで、行かなかったら、あ、行かなかったら、うん、6月12日の広島公演見て、はい、チャンディーちゃん断髪式2ミリの坊主に刈り上げるっていう。食べたいから2ミリの坊主に刈り上げる。はい、ちょっと切ないです。ちょっと、今ねせっかくね、エクステもつけておしゃれしてるのに、これが、うん、ね、エクステさえつけれなくなるね。そう、だから、フォロワーを増やしたいので、はい、あともうちょっとフォローしてください。お願いします。お願いします。どうか、ね、たくさん検索してもらって、ね、全般の、あれはプロフィールに貼ってあるので、ぜひね、全員フォローしてください。フランシスターズのビジュアルのためにも、はい、よろしくお願いします。こいつら東北2週間も行ったのに全然増えてないじゃないか。なりたくないので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、ね、早いもんで残すところあと4曲っすね。嬉しい、これがこれが良くて嬉しい。後半戦もっともっと今まで以上にいけますか。青森UFO UFO
アイドルのせいが
ちょっと、ひるむんじゃないですよ。ひるみました。
んたも拾うんじゃないよ。気をつけしまいましたね。あとどこまで話しましたっけ。そうたくさん人が来てくださって本当に東北地方ずっとこういうことばかり言ってますね。はじめましての方が多くってチケットもたくさん売り切れてはないけれども多く買ってくださって声もねたくさん出してくださるんですよ。東北の方ってめちゃくちゃ温かい方たちが多いなと思います。明日も秋田県どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。イエイ。それではチャップリション、はい、青森県ありがとうございました。最近可愛いって言われるの嫌いなんじゃない。かっこいいよ。わそれがいい。なるほど、恥ずかしいんだね。はい、今日は八州半州さん、八州半州さん、八州半州さん、八州半州さんって言いにくい。あの一緒に出演していただいてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。とても楽しくてみんなも一緒に踊ってくれてこっちから見てて幸せでした。ご飯行こうね。やったー。片手おごってください。おごらせるんだ。ハシハシさんデビューしたばっかりだね。うちは4年目でおごらせようとすんなお前は。ありがとうございました。この間サイド言ってたもんね。だってね、ダメ、おごらせちゃうシートするんだよ。でも本当にはい、改めまして本当に青森県全国ツアーありがとうございました。ありがとうございます。めっちゃいいこと言うね。ハニーさんめっちゃいいこと言ってくれる。絶対的に。もうワンマンライブで最低2回はいじめられてるからね。じゃあ早く始めリーダーなんですけどね。早く聞いて。私ね47都道府県中一番不安だったんです。青森県なんか北海道は台湾とかで見たことあるんです。何回もでもね東北の中でさ一番端っこじゃん。一番ブランクスターズのことさ一回見たことない知らない人ばっかりなんだろうなって思ってたんですね。優しいな、首を横に優しく振ってくれて本当にありがとうございます。これもね47都道府県無料で回ってて本当に良かったなと思う瞬間でした。本当にありがとう。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 やってきてよかった。まあでもあのこれが始まりだと思っております。あの青森県あのまた絶対に来ます。その時はあの1000人いや1万人お客さん連れてきます。終わったよ。全然青森県のどこで1万人でできるんですか。ライブ終わった。海辺アリーナだって。アリーナある。前田アリーナ。前田さんにこびろ。前田流れてこい。次の青森は前田アリーナでライブするので絶対来てください。そうやね。あのでも青森県あのね本当にありがとうございます。温かい地で本当に感動しました。そしてあの絶対ねブラックスターズがね東京とかさこの行った時も遠征とかねしてください。お願いします。お願いします。広島には遊びに来て来てありがとう。本当に楽しい時間ありがとうございました。以上私たちブラックスターズでした。ありがとうございました。
ぜひぜひ話しに来てください。本当に今日は最後まで楽しい時間ありがとう。以上、私たち